マジシャンの小林洋介です。小林俊明です。 K2 コンビの意外にいい話。そこまでテクニックがないんだったら違う路線で見せ方はあるんじゃないかっていう感覚なの、うん、だからその技法はその練習もするしいいと思うし、全然その悪いとも一言も言ってないし、否定したことも一回もないと思うわけ、うん、ただそれで遠回りしてお客さんに行くんだったら最短距離をやるのがギミックだったり、そのクオリティだったりっていう風にまず発想はいく、うん、そこがあれだよね。クリエイターというか作ったものが使えるっていう部分だよね。うん、その、クリエイターの方っていうのは何人も何人もいるとは思うんだけども、うん、やっぱり演技すること、その、なんだろう、コンテストに出て演技とかじゃなくて、そう、全然違うと思う。お酒飲んでる場とかで人を、本当に人を相手にしてだと、ちょっと、ものの作り方とかっていうのか、まあ、誰を相手にしてるかっていうので、非常にこう、作ってるものがまた変わってくるからね。うん、だからでもその感覚でも普通になんていうのかな、マジックだけじゃなくて服でもそうだと思うんだよね。そのデザイン性がすごいんだけど、普通にね、日常で着たらおかしかったりとかってあるじゃんっていう。うんうんうん、でもそう考えたらベーシックなんだよなっていう。うん。うん、だからユニクロの考えが多分そうだと思うんだけど、ベーシックっていう本当基本っていう。だからデザインはシンプルなんだけど、着やすさだったりとか素材だったりとか。夏冬に関してのね、心地よさだったりとかを追求してる頃は逆にすごいなと思って。うん。そう。まあ、そうね。クリエイターだけじゃなくて、そこのバランスというかなんだろうね。まあ、パフォーミングをするからこそで生まれてくるものたちばっかりってこと、ね。そう。だから逆に自分がクリエイトもするけど、パフォーマンスもやってて、気づきたことだと思うね。逆にパフォーマーって意外とパフォーマーだけだったりとか、うん、マニアの人って、すごいマジックに関しては上手いんだけど、現場の空気わかんなかったりとか。まあね。うん。で、本を書く人は本を書く人で、すごいいいことを書いてるんだけど、実際できるかって言ったらまた別問題だしっていう。うん、全部は全部悪くはなくて、それぞれ、逆にみんなすごいと思うけん。書いてる人は書いてる人ですごいし、考える人は考える人ですごいし、パフォーマーはパフォーマーですごいって。だから誰が、なんていうの、正解でもないんだけど、うん。うん、ただ、パフォーマンスと、クリエイターを両方やったときに、まあ、わかりやすい現象なのと、自分がまず楽になるっていうので、考えた結果が、まあ、まあ今はもう名前ではないですけど、まあシンプルだねっていうか、逆にもう安心感っていうか、なんか聞いて嬉しかったのが、もう小バズなんとかって商品についても、なんでしょ最近。あ、小バちゃんの商品やったらテクニックないねっていう、なんか、意見を聞いて、うん、一瞬、ん？それは下手なのかっていう、思ったんだけど、冷静に考えたら、まあまあまあ、うまいっていうか、その逆に言うとテクニックないから、うん、だから買おうっていう人の方の意見が、うん、うん、多かったというか、うん。そうだね。まあ、それがある種保証されてる。っていう、だからもう、逆にシンプルというか、うん。っていう感じですよね。僕のものだと逆方向だからね。そう、だから、そう、でもその人によってなんかもう、パターンあるじゃん。まあまあまあ。うん。だ、洋介氏やったら、ね、もう、なんていうかな、マジック考えましたって言っても、クラシックをちょっといじり倒してという。うん。で、ちょっと技法を一個足しましたっていうね、うん、っていうパターン多いじゃん。うん。で、その辺に関してはそれぞれ、すごい、うん。あると思うし、うん、うん。だからもう人それぞれあるんだなとすごいそれは思うね。だからもう逆に自分だったらもう誰が考えたっていうのを名前見ただけで、大体のもう解決方法は今もうわかるね、うん。うん。そうそうそう。誰かっていうのと価格がいくらかっていうので、大体のまあ仕掛けがわかるというパターンですね。うん。そうそうそう。だから、癖ってだから面白いなっていうかあるなっていう。うん。なね、小林俊明商品も、なんだろうね。今、小林ちゃんが言ってくれたようなことが分かった上でまた見てみると、まあ、なんでこういう風になってるのかっていうのが、なんでこういう風に言ったらその、
トリックとして、また製品としてこうなってるのかっていうのがわかると思うし、うん、それを逆を返せばそういう状況下ではない方っていうのが手に入れても面白くないというか、うん、時があると思うんでね、物を買う時にはそこら辺は注意をしてみてほしいんだけどね。うん、まあただ、小林俊明として、うん、パフォーマー兼メーカーさんというかクリエイターさんっていうのは、うん、本当に同一のところから生まれてって、まさにぐる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 回ってるっていう。演技して、これが欲しいから作って、で、また演技して、それでっていう風な感じってことだよね。そう。なるほど。まあ、この先、クリエイターさんになりたい人は、まあ、クリエイターの部分だけじゃなくて、どこに自分がいて、うん。まあ、だからこれを作るっていうのがあった方が。多分今までの、クリエイターさん見ていくと、本当にそうだと思うんだよね。いろんな。まあ、ショップ兼クリエイターさんやってる人たちっていうのはいるけども。てか、まあ、誰をまず、お店も全部そうだと思うんだけど、誰をターゲットにするかを多分、決めないと、答え出ないと思う。だから、マニアが別に間違ってるわけでもすごいないし、だから自分の中で、バーマジックと、テレビマジックと、ブライダルマジックと、ストリートマジックって、マジックにいろんなジャンルがあると思う。ご飯で言うと中華とか洋食とかいっぱいで、お腹には溜まるけどっていう。うん、その辺をもっとみんな考えてほしいっていうか、なんか考えたら、うん、もっと、何、いいものができるというか、うん、自分はどこに目指したいのかって、シンプルでいいんだったらもっとシンプルな答え方法あるだろうし、うん、逆にマニア用のネタを教えてくださいってなるんだったらそれ用のを考えるしっていうだけで、ただその質問がなんか、意外となんか若い子なかったりとか、うん。それから何を目指してるのか分かんないしっていう、うん。うん。でもみんななんかマジシャンの人って受けるマジックで、なんか安いマジックでみんなにも見れて、で、驚くやつお願いしますって言うけど、難しいよねっていう感覚なわけじゃん。はい。うん。だったらまだセロがテレビでやったらこういうマジックでって言うと、あ、それだったら、同じことはないけど、このパターンでこう出せますよとか、プランニングできるわけね、こうこうこうって提案ができるわけじゃん。うん。で、その質問がないから結構ね、難しかったりもするんだけど、ただそれで質問してくれる若い子って意外と今いなくて、なんか、みんななんか聞いたら怖いとかさ、思われてるんだけど、意外と聞いて欲しかったりするんだよね。うん、こうしたいときはっていう。うん。で、逆に今でも、あれね、陽介氏にこのマジックに関してどうしたらいいかなとか、うん、ここまで考えたんだけど、これって面白いかなとか、結構あるよね。うん。うん、この最後の答えがわかんないんだけどさ、っていう。そうすると意外と、なんか相談すると、解決することがあるんだよね。うん。うん、だからもっとそのなんか、どういうふうに言ってんのかな、ネタを、なんかなんていうのか、人に言っちゃダメだとか、なんかあるじゃん。なんか、暗黙の了解みたいな、なんかあるけど、いいネタってでも人に言って相談するからできる。と思うよね。考えてね、考えが煮詰まっちゃった場合とかね。うん、まあ聞いた方が、聞いた方がというか、まあ質問するなり相談するなりした方が。そうそうそう。いい場合は。うん。それはあるよね。うん。そうやって物が出来上がるというか、まあトリックが一個ずつ出来上がるってことが。そう。ただやっぱり小林俊明の場合には、まあ、現場にいたからこそで生まれたクリエイター的な部分っていうことなわけだよね。ものに関して。そうそうそう。そう。そう、現場、そうね、現場でいろんなことを教えてくれるね。うん、そう。だから、単純にマジシャンでは多分、なんていうのかな、気づかないというか、例えばそのなんていうの、カラーチェンジングナイフってやるじゃん。うん。あれ、お客さんにナイフですって見せたときに、お客さん可愛い爪切りですねって言ったら。ああ、なるほどね。これ一人だけじゃなくて、まあ、もちろんナイフって言えばナイフって思うんだけど、うん、もしナイフって言わなければ、10人中半分ぐらいの人は爪切りって言うのよ。うん、じゃあなぜ爪切りのカラーチェンジがないのかって話なっていう。なるほどね。うん。お客さんの声聞いてねえだろうと。っていう、だったら爪切りでカラーチェンジングナイフを作ればいいじゃんっていう、うん、それだけなんだよね。うん。うん、多分、そこが、その、みんなからするとすごいというか、その、なんていうの、現場ですごいすごいっていう、すごいわけじゃなくて、協調っていうのは相手のことをよく聞くっていう。だからインプット能力が優れてるだけだと思う。うん、インプットしないとアウトプットできないわけじゃん。うん、
パソコンもそうだと思うし、まだ入力しないと意見言えないじゃん。うん、まず人の話を多分聞いてるから、いろんなアイディアが生まれるし、物を買うときでも、どこ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 に売ってたよとか、これだったらこれがいいよって、あ、そうなんですねって質問して答えてきたりとか、うん。だまずその情報を集めるというか、で、それで人の意見を素直に聞く。うん。っていうのができれば、そんなに難しいことじゃないなと思うよね。なるほど。そう。だから、うん。だから、全部それだと思う。人の話を聞くか聞かないかだとすごく重要なことだと思うんだけど、うん、ほぼそれに、なんて、すべての答えというか、うん、なんていうの、うん、うん。もちろん自分で考えなあかんけど、基本的には相手の意見を何をもってそれ言ってるんだろうとか、うん、どういう風で意味で伝えようとしてるのかとか、まず、相手にまず興味を持たなあかんし、うん、ただ単純に人の話をよく聞いてるだけ。多分、これが、うん、自分の中での多分答えだと思うんだよね。うん。だからデータがいっぱい入れば入るほど、あとは自分で処理していけばいいわけじゃん。うん。その答えでアウトプットって言ってるだけ。それはたまたまいい作品だっただけで。でも、なんていうのかな。結構、我が強いと言うたら、なんていうの。人の意見聞かない人もいるわけじゃん。はい。うん。俺はこうだとかさ。こういう風に考えてきて、でも意見をパッて言ったら、すぐなんかこうしょぼんとしたりとかさっていう。こっちは素直な意見言ったのに、みたいな。うん。でもそれ一回受け入れて、うん。一回そう受け入れて、で自分の中にまず受け入れて、それを後からこうなんていうの？自分の意見として出せばいい。まず受け入れることをしないと、多分何も始まんないと思う。うん。だから基本的に否定が多分一番全てに対してダメ。お客さんがうまいこと返しても無理、ダメっていうのは、基本、何のサービス業でもないと思う。うん、かしこまりました。でもね、っていう方がいい。っていう感覚だよね。感覚で言うとね。うん。うん、そう。なるほどね。うん。まあ、もの、うん、クリエイターというか、ものを作り出すっていう部分で、もちろん最終情報のインプットだけど、まあ、お客さんの声に、そう。の耳を傾け。そう、そう。そっから。だから逆に、みんななんかお客さんに突っ込まれたとか言うんだけど、うん、突っ込みって宝だよっていう感覚だよね、うん。うん。みんななんかマジックパッてやってるのに突っ込まれて、あ、感じ悪かったじゃなくて、情報収集したじゃんってすごく思うんだけどっていう、その辺の差なのかなってはすごく思う。その偉そうに言ったわけじゃなくて、うん。なんかその辺で、あ、そうなんですねって、まず行けれて、家帰って、なんで俺あそこ怒られたんだろうとか、なんでそういう風に言われたんだろうっていう考えた時の答えをは、弾き上げるというか、うん。だから、ある意味その、なんていうのかな。最近思うのが、コンピューターとなんか変わらんなっていうさ、アキネーターではないけど、うん、ある程度の情報収集したらそこにたどり着くんじゃないかっていう、その、セオリーっていうのがあって、うんうん、そこに相手の感情が入ったりとか、その心の動きがあるからうまいこといかないのもあるんだよ、実際。だから面白いんだけど、ある程度は、セオリー通りのことってなんか、あるのかなっていう感じ。うん、だから、なんていうのかな、パソコンとそんなに変わんないよっていう感覚。うん、情報は仕入れて、パッと弾いたら答えはパンと出るじゃん。でも、コンピューターの場合は正確な数字とか出るじゃん。でもそこは正確じゃないのは人間らしさだってするわけじゃん。うん、そこをどう返すかっていうのは超楽しいわけ。うん。うん。そう。だから人工知能っての考えとか結構あるじゃん。うん。結構いいところまで行くと思うんだよね。うん、本当に将棋でも先手を見て、打てたりとか今あるじゃん。はいはい。うん。唯一ないのは、心だったり、愛だったり、感情だったり。それは難しいと思う。だから映画とかでも、そういうロボ、アイロボットとか、感情を持ったロボットはどう生きるかっていう映画多いと思うんだよね。うん、そう。感情ってのは人間しかないから。うん、っていう、いいお話。そうですね。意外に。意外に最初広がって、うん、はい。ちょっとなんかね。だいぶ深いところまで。深いところまで行っちゃったんですけどね。まあ、そう。だいぶいろんな内容に飛んでるので、まあ、どこまで、なんでしょうね。そう。聞いた人が、うん。ここ捕まえとるっていう風になってくれればいいと思いますので。そうそうそう。まあ、クリエイトの部分もしっかり、で、お客さんとのやりとりの部分もしっかりで、非常に役に立つ内容だったと思いますので、うん、はい。楽しんで聞いていただけるというか、活かしていただけた。そうですね。はい。幸いです。はい。では、今回は、この辺で。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。